はい、人体生態人体のスペシャリスト平野が送ります。今回は東京オリンピックに向けてという話です。この YouTube チャンネルをね、作ろうと思った、人体に、特化した、YouTube のチャンネルね、ありがとう生態で作ってるし、東京の YouTube、東京 YouTube 生態っていうのも作ってるんですけども、この人体の生態のねこう、チャンネルを作った方がいいよっていうふうに、推薦してくれた方がいて、これは、平野さんね、東京オリンピックに向けてですね、その人体の問題をこう発信していって、スポーツ選手ね、その怪我で悩んでる人いっぱいいるんで、あなたこれねこうなんていうのかな、この話を、世間にね、もっと広めなきゃダメだよっていうふうに、本を書いたり、新聞出たりテレビに出たりしなきゃダメだよって言われたけど、僕としてはですね、あまり忙しくなるのも好きではないし、あまり有名になるのも好きでもないんで、この YouTube で、お伝えしていって、その縁ある方に届けばいいかなっていうふうに考えています。本当にスポーツの場合もですね、関節のね、関節の、ネジの役割をしている靭帯が緩んでしまったまま、やはりスポーツをやっても、伝わり方も悪いし怪我もねしやすくなる。そして、怪我をした後の回復力もやっぱり、弱くなる。そういったことでやはり靭帯っていうのはね、緩んだ状態っていうのもあるということを、念頭に入れてやっていただけると、いいかなと思います。1年前にですね、関西の方なんですけども、女性の方がですね、これは本当に靭帯が伸びてしまったという話で、本当にどこに行っても治らない、で本当に困っているって話で、伸びているのとその緩んでいるとはちょっと違うので、それはちょっと僕にできるかどうか分かんないんですけれどもという話で、ただ、本人さんね、こう来たいということで、お母さんとお二人で見えて、そして、1年後ですね、1年後、10ヶ月後ですね、その時に、だから、もしね、その変わるようなこと、治るようなことがあったら、知らせてくださいねって話を、していて、で、その後、報告もなかったもんですから、やっぱりダメだったのかな、やっぱり、ね、靭帯が緩むのとこう伸びてるっていうのはちょっと違うシステムなのかなっていうふうに思ってたんですけども、10ヶ月後にですね、今回、大阪にね、出張しますっていう、お手紙を送ったらですね、すぐに電話がありまして、実はご家族を見てほしいという話だったんで、もしかしてと思って、あの後あれお嬢さんあの後どうだったんですか、お母さんから、ね、電話があったんですけども、どうだったんですかってお話したら、いや実はですね、あの後すぐに、回復して、長距離の、ね、こう歩行訓練、60キロだか70キロ、歩いても全然平気でした。で娘に報告しなさいっていうふうに言ってたんだけど、なかなか、しなくて申し訳ないという話を聞いたんですけども、10ヶ月後にね、ちょっと思わぬ、喜びがあって、あそういったものにも、この靭帯の緩みというのは関係するんだなっていうふうにちょっと思ったことを、最近ね体験しました。ですから、この東京オリンピックに向けてね、本当に怪我で苦しんでる、オリンピック選手じゃなくてもそうなんですけども、怪我で苦しんでてなかなか、回復が、思わしくないという方、もしかしたら、靭帯自体が緩んでしまっている、ネジ自体が緩んでしまっているというケースもあるのではないかというふうに考えてもらうと、解決のね光が見えるのかもしれないです。これで今東京もね大阪も月に1回ね、出張いたしますので、興味のある方はぜひご連絡をしてください。お待ちしております。